なんか手にある編集前の動画あったらそれ編集してくるね、車で。はい、それです。ありがとうございました。はい、本日もやってまいりました。皆さん、本日は10月21日、僕の大好きな大好きな弟の誕生日です。はい、もう先に言っておきます。皆さんコメントで誕生日おめでとう、誕生日おめでとう言ってあげてください。もう今日ね、結構過酷なことするんで、精神的にね。なんで多分こういうコメントをNさん求めてると思うんで、皆さんもコメント欄爆発させてください。おめでとうで。ということで本日の曲、誕生日を忘れたら寂しがりの弟はどうするのか言うじゃん。あんまり音立てられないんですけれども、まだ寝室で寝てるんですよ。もう毎回言うけどね、もう本当に眠りは深いんですよね。アラームかけても本当に起きないんで、今日はもうバトンのアラームかけて、まあ、あと2人でね、ちょっと横になりながら起こしていきたいと思います。で、僕はね、今日もちろん仕事も入れてません。もう本当に大好きな大好きな弟とね、今日はね、途中からカメラを切って、もう一日ゆっくり2人で過ごすというね、まあ、お約束をまあ自分でしまして、でこれからまあ2人でずっと過ごすんですけれども、その前にちょっと忘れたというね、設定で、で、さらに忘れただけじゃなくて、ね、このあと夜まで仕事があるんだよみたいな感じで、早く準備仕事行くぞみたいな感じで、エミさんその間編集してて車で一人ぼっちでみたいな感じで、ちょっと本当にもう悲しい、ちょっと精神的に来るようなね、誕生日の朝に、ことをやっていきたいと思います。はい、果たして弟は自分の誕生日を忘れられたらどうするのか、皆さんで見ていきましょうか。アラーム設定し終わりました。まもなくアラームが鳴ります。いや、弟どうするのでしょうかね。大好きなお兄ちゃんが自分の誕生日を忘れてるんですよ。それで仕事に行くんですよ。これは相当悲しいと思いますよ。おはよう。おはよう、アラーム鳴ったぞ。ほら仕事すんぞ、早く起きろ。お前遅いっていつまで寝てんだって。こっちだって眠いよ、マジ。朝からマジいろんなメール返してや。まだくしゃみする暇もなかった。もう今初めてのくしゃみだよ、今日。出勤しよう。うん、ありがとう。早くしてくんね。朝から10本ぐらいメール返してるからな。お前はなんかしろ。いつまで寝てると思って、お前。なんなん、お前。もうね、お昼前だぞ、お前。撮影ないだろう、今日。ある。一昨日入ったらまた、すいません、明後日お願いしますみたいな感じで、うざげるなと思ったけど、まあ、仕事だからね。撮影入ったの、今日。うん、しかも結構長め。最悪なんだけど、マジ。マジ、今日家でゆっくり映画見ようとしたのに。まあ、仕事だからやるしかない、しゃあないな。うん。でも、ちょっとお前送ってくんね、また、いつもみたいに。で、なんか、手にある。編集前の動画あったらそれ編集してくんね、車で。まあ一回帰ってきてもいいけど。俺が送るの、また。あ、普通に送って。結構遅くなるからさ。もし夜とかになったら俺 LINE 入れるから普通に帰って。Okay. 家で編集してもいいし、車で編集してもらってもいいし、でも多分夜遅くなるな、暗くはなるな。そんなんなんじゃないの、今日。で、帰ってまた YouTube とかも撮らないといけないから、マジで今日、まあ、地獄の一日になるけど、頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。なんで俺のメール見ようとすんだから。じゃあ何日かカレンダーだ。何日？今日は10月21日。もう金曜日が、しかも金曜日って一番印象的やな、本当に。もう10月21日なの。年末やん。もうすぐハロウィンだ。マジ一番嫌い。ハロウィンとかなんか盛り上がりすぎてさ、なんか嫌じゃねえ、なんか、ね、ついていけない周りのこの盛り上がり方に。わかる？クリスマスもそうだったし、ハロウィンも年末もなんか俺行事とか嫌いなんで。もういいから早く遅刻するぞ。マジ遅刻した。30分で寝るぞ。よいしょ。めんどくせえな、マジで。マジ早く飲んでくんね。そんなゆっくり飲んでる暇ない。俺のコーヒーよ。コーヒー入れてない。入れて。取ってくんね。自分で取れ。マジごめん。自分で取れ。マジ間に合わないんだって。はい。ごめん。うん。うめえな、コーヒー。忙しい時にはコーヒーしかかたんだよ、マジ。なんだグミも食べる。あー、マジか、これも忘れてた。また一つ目なんだけど、ちょっとグミなんか食べてる場合じゃねえだろ。ちょっとお前、歯磨きとかお前顔とか準備しろ、早く。撮影するんだって、夜も YouTube するって、お前ヒゲとか剃ったね。うん、うん、まずっ。お前、手綺麗、大丈夫。はい、綺麗だな。なんだお前。なんだお前、なんでそんな今日余裕ぶってんのお前、なんだ。なんで逆にそんな焦ってんの。いや、焦んないと、お前今手元に残ってるやってない仕事何個ある、何十個ある。知らねえよ。全部今週中、来週中にやらなきゃいけないものばっか。そんなの一個一個クリアしていけばいいだろ。一個一個クリアできてないじゃん。グミゆっくりと朝食べてる。朝でもないもん、お前昼前だよ、お前。ゆっくり食べていいんけ、お前。じゃあ、はい、行こうぜ。じゃあ、なんで俺。お前から動けよ、たまに。じゃあ、行こうぜ、はい。やったら行くから、今遊んでるわけじゃん。いや、俺マジ出るから、じゃあ。じゃあ、出ろ。車を出しとけ、もう。
マジ駐車場からそんな時間かけてやらないから駐車場10分もふざけるなと。マジで俺じゃあガチ出るよすぐ。ああエントランス持ってきて車。うん。めんどくさいやってらんないそんなマジ金曜から、うん。今日ちょっとおかしいよお前。お前もおかしいってそんな余裕ぶってんじゃねえって。おかしいってお前。なんでそんな余裕なのいつもいつも。ねえ俺が起こすまでアラーム鳴っても寝てるふざけるなお前。ちょっと言い過ぎちゃったから。マジ大好きだよ。この動画見てる頃には本当にお兄ちゃんからの愛伝わってくると思うけど本当に大好きです。よいしょ。なんで回すの？いや、今日も俺遅くまで多分仕事ね長くなるからどれぐらい待てるかなみたいな。どれぐらい待てるか。うん、なんか昔やってたじゃんそういうの。もうよくねそういうの。とりあえず適当に。マジそんな暇ないからマジ気にしないで。てかもう着くよ。いやどうしようマジ。お前ここで撮影やったことあんの？いや今日初めてのクライアントさんでさアパレルで。初？マジでそうだから気も使わないといけないしマジでだるいんだよだから機嫌悪いな朝から。あそういうことか。マジやってらんねえマジ本当おかしいんだよね。初めてならそれは抵抗あるな。だからさっきから機嫌悪いんだって。お前もさねちょっとたまには早く起きたりねちょっとたまにはちょっと手伝えよ。ねちょっとごめん気持ち的にでもいいからちょっと楽にさせてくれよ。え俺も行こうかじゃあ。いやいいお前は編集してだからそのためには回してんだろ。俺がいない時に何してるかみたいな感じで。何その時間の有効活用。ここでいいかなもうじゃあ。うんここでいいすぐそこ。今日も待つよ。はい。だからそんな遠くないし一旦お前お家帰って編集とかしてもらっててもいいよ。ワンちゃん俺友達とちょっと一瞬行ってくるか。いやおかしいって。なんで友達と一瞬行ってくるってなるのそこで。まあ普通にね仕事をしないの。いや仕事のちょっと休憩まあ昼休憩かなんかでちょっと友達にランチしようって言われて。俺は仕事しに行くんだ今から。なんでお前はランチするの。お前だから家帰っていいからさ編集しておけって。いやなんかエネスにちょっと今日会いたいみたいに言われたから一緒に行ってこようかなみたいな。うん、なんで何のためにランチおごってくれるんだ。いやいいってそういうの。普通にお前おとなしく仕事しろよ。俺らそんなランチ食ってる暇余裕ねえだろ。分かったそれ後で考えとく。なんなんこいつマジなんなん。だからそのために回してんの、ね、サボんないようにサボんないようにずっとじっとしててここで。サボんないように回してんの監禁罪やん。現実に戻れよお前。なんなんお前。はいはい分かったごめんね。いい年して何やランチだよ集中しろ、はい、じゃ行ってきて。毎日毎日忙しいんだからランチしてる暇ねえだろお前。待ってるから何のために今から仕事しに行くんだよ。分かったから行ってこい早くじゃ。なあメイクマニーしてこいよお前稼いでこい。分かったマジなんかちょっとムカついてきた。はい行ってこい。ムカつ俺だってムカついてる。あんな朝から起きてお前まだぐっすり寝てて俺が起こさなかったら一緒に寝てんじゃねえか。はいはいはい行ってきて。ランチなんて言ったらマジお前許さんからな。もう行かないからじゃ。分かった。はい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 気をつけろ。気をつけろ。ああ。じゃあ。はい皆さん僕一旦お仕事へ行くと車を出て行きました。もちろん今日は先ほども言いました通りお仕事なんてありません。あいつはもう完全にショック状態ですね。もう朝から冷たくされて、ね、誕生日も覚えてくれてない。なんならもう仕事行って、ね、ずっともう機嫌悪く怒ってばっかでもう最悪な状態最悪な誕生日の朝やんな。しょぼくはなってしまったんですけれども一応こんな感じで準備してあります。じゃじゃーん誕生日ケーキ超しょぼいけどまあまあまあ今日はねちょっと本当に僕も急だったんで最近ねちょっとお互い忙しいんでまあ元々あんまり威張ってないんですよ僕ら。うん、まあだから逆にやりすぎてもあいつ喜ばないし俺も本当にあんまり言われるの好きじゃないしあいつもそうなんですけれども今日はですね一応まあこんな感じでサプライズしつつまあ簡単ではありますけれどもこのケーキをね2人でちょっと仲良く食べるというみたいな感じでやっていきます。でもちろん後々にプレゼントも準備してるんで皆さんお楽しみにしてくださいね。うわー見てみんなみんな見てえまだ買っているの。もう11月になるぞ。え怖い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 。やばい、とっととろうそくつけていきましょうか。やばいやばい、今マジ焦った。これ絶対痒くなるよね。多分今10秒ぐらい止まってたからもう多分座れたやんな。うわはい、つけていきましょうか。よいしょ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 。ちょっとやばいやばい、さっきまでろうそくついてたんですけれどもさすがにこれちょっと安っぽいもんなんで消えちゃった。まあでも大丈夫か、雰囲気だけでも味わっていきましょうか。よいしょ。夢ある。
早く食え、ガブリつけガブリつけ、お前の感情を見ていきなぞ、ガブリつけガブリつけ、全部食え、食え食え食え、オッケー、戻していい戻していい戻していい、やるやるやる、おい、車にいるのやめろめちゃくちゃ見られたんだけど、何覚えてたのお前お俺のケーキ食べうまくね、え、覚えてたのお前、え、ちょっと口拭いてよ、え、マジで覚えてたの、わざと拭いてあげる、うわあ、ま、ここにもついてる、やめろやめろやめろ、最悪の誕生日ですね、お前この車のシートいくらか知ってんのかこら、いくらか知ってんのか、うわあ、おい、結局なんか俺へのドッキリみたいになったじゃん、なんで俺がさシート汚さないといけないの、自分でやったサプライズで、いや分かった分かった、今潔癖症発症するところじゃないからマジ久々に車汚しちゃったんだけど、待って待って待って、お前撮影は、撮影は、撮影なんてねえよバカ、こんな大事な大事な弟のね誕生日の日に撮影なんて行くわけねえだろ、今日は全部もうあのクリーンにしたんで、もう綺麗にね、もうほんと片付けたんで、え、朝のあの機嫌悪いのもあれ演技、あれも全部演技、俺があんなことで思うわけねえだろ、お前俺の世界最実の弟だぞ、お前たまにはやるな、え、照れんなってこいつ、お前、え、覚えてたってこと、覚えてねえわけねえだろお前、一刻でも忘れたことねえよお前の誕生日、いやあのシンプルにちょっと嬉しいんだけど、俺喜べない人だからさ、こういう面最近出てきて可愛くなってきたんで、ね、あのあんまり俺にサプライズしないで大丈夫、あのこんなもんじゃないんで、うん、まあ僕らもともとに祝うのあんまり好きじゃないんですけれども、もちろんこれだけじゃないんで、もう大切な大切な弟なんで、ちゃんとプレゼントも準備してあるよ、皆さんにもそれ言った、でもまだちょっと間に合ってないんで、もうちょっとお待ちください、ランボルギーニとか、ランボルギーニちゃうでやめて、そこまでお前期待あげんなって、無理やって、そこまで言うなって、もうあーもういいや、じゃあキャンセルしよう、あもうランボルギーニとか言ったら渡せねえだろお前、いやでもランボルギーニ以外俺興味ないからさ、欲しいものなんてないし、やめてくんね、いやマジでランボルギーニ欲しいもの全部買う、はい、ってことでランボルギーニさん、この動画気に入ったらこういうことチャンネル登録ということなんでさ、よろしくお願いします、ありがとうございます、あっしょあっしょ、大好きだよ、おめでとうな、お前待ってお前、おめでとう、おめでとう、おい今日10月21日だろ、そうだよ、当日の朝に撮ったから、でお前これ10月21日に誕生日動画としてあげるんだろ、そうだね、今日の夜の8時だね、今何時だよお前、今12時回ってるね、おいふざけんなよお前、あと7時間でこの動画あげないといけないんだろ、バカ言えお前、間に合うわけねえだろ、どうすんだよ、おいお前この編集は代理に頼めばいいか、そういうことか、俺らよりもっと上手い人がもっと早い人がいるから、まあみんなには言うなよ、こいつら M&A 自分で編集してないってことはバレるよ、なあ今の時代の YouTuber みんな自分でやってるからこんなバレたらあかんってな、オッケーオッケー、じゃあ代理の人呼ぶわ、呼べ呼べ、一番高い金出してやれ、もうお前3時間で笑ってもらえ、切ったっけ、切ってねえよな、切ってねえよな、代理編集することはバレたわ、うん、笑っとけ、なんかあのなエイプリルフルじゃないけど誕生日に嘘つく兄弟だって、おいどっちみちお前逃げ道ねえよ、大炎上だよ、お前これ何炎上だよ、お前これ編集炎上だよ、